フロットはこの筆をひどく怖がったね。うわなんか街とかじゃなく、あ、どんどんダンジョンが続く感じなのかな。あ、タイストーだ。何してんのタイストー。足がすごいんだよな、貧乏ゆすりっていうか。あー、ガス、誰かがドアを壊しちゃってね、開かないんだ。オズワルドだよね、壊したの犯人一人しかいない気がする。ドア自体は壊れてない。あー、ミッキー、歯車をペイントしたら治るんじゃないかな。自分でやれ助かるよ。真ん中の歯車は直してたんだ。そこは気をつけてくれ。そう言われると壊したくなるな消えた、溶けた。ここ書いて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 、あー、ドア開く。あ、すげえ、やった、直ったぞ。あとモンスター女気持ち悪いやつ女。あれ、さっき見たやつ、このシアーズと同じで危険なやつだ。あそこパイプが消えて蒸気が漏れてる。あー、蒸気増えると吹き飛ばされちゃうから気をつけて。じゃあ壊れたパイプを直していこうか。新クエスト、蒸気パイプの穴ふさぎ。手伝ってくれた、ありがとう。君みたいなペイントの才能がなきゃあーは直せないよ。そのペイントの才能きっとこの先でも役に立つよ。まあそういうゲームだからね。修理待ちの穴開きパイプがいっぱいあるからね。それじゃあきっとまた会おう。オッケー。だからこのあれだよね、ペンキで書き足してくれいいのかな。いや、ちげえな。あ、いいのか。あ、いいんだ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 。オッケーオッケー。あ、わわわわ、あ、いけるいけるいける。これ歯車をうまく活用して乗れば上に行ける。上に行けるぞ。俺空を飛んだんだ。カーリー。あ、ダメか、行けないか。あ、あいつら。この道も一応通れそうだけど、足元には気をつけてね。オッケー。まあ、足元がなければ作ればいいんだよ。エドワード・エルリック精神だよ。あ、いや、作れねえな。いや、作れねえな。これ、あ、行けるわ。あったあった。なんかモンスター出てきそうだね。ここはペイントかイレーサーを使えば通れる。あの大きな歯車を消すか、蒸気のパイプを穴を塞いで。十字キー。いや、めっちゃ優しいな。ミッキーの視点で見回したいときは1を押してね。へえ。あ、一人称視点がある。あ、これいいね。これはいいわ。この状態で使えるってこと？あ、使える。あ、無駄に使っちゃった。だから、パイプを消すか、これか。歯車を、ウィーリモコンが言うこと聞かねえ。よいしょ。こういうところにさ、アイテムないか。あおあれも両方できるんじゃない？お見事。よいしょ。さあ、じゃあここもね、インフレ、どんどん道を作っていきましょう。あー、うわー、あぶね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 。ごめんやみ。あー、ない、当たった当たった当たった。嘘。今どこに当たった？え、あ、蒸気か、蒸気か、蒸気か。蒸気で上位で上位。こういうことね。はい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 。蒸気が頭から抜け取ったわ。あー、扉閉まるパターンか。このドアは緊急の時しか閉まらない。まさか罠。I wanna be。マジか。やっぱり罠。うわー、アンバース。スパッターが来る。スパッターなんだね。うわ、気持ち悪いな、この。あ、ミッキーか。ミッキーモチーフなのか、これ。おー。これさ、ずっと回転してたら最強じゃね？まだダメージ量はあんまないのか。まあ、ダメージ量は、イレーサーとかの方が、強いって感じかな。うわー、めっちゃ出てくるじゃん。いつも群れで行動する。ひー。ちょ待って。ウィーリモコンはほんとね、ターゲット狙いづらいからね、あんま出てきてほしくない。出口が閉まっているのが問題だね。そうだね。
その中にパイプがある。あ、優しいガストン。ちょっと早くやってほしかった。あ、街がある。え、なんかすごいティム・バートン臭がする。今のはオズワルド。じゃあ罠を仕掛けたのも。結構ね、この作品ダークな世界観っていうね話も聞くので、めちゃくちゃ楽しみなんだよね。さあ、アイテムを取れるようにしておいてよ。さて、何があるかな。蒸気パイプの穴ふさぎ。さあ、これがね、ウエストタウンっていうとこなのかな。ちょっと待ってね。なんか隠しルートとかないか。さあ、じゃあ行きましょう。テンション上がるね。街。やっぱりなんかティム・バートン三州がするな。うわー、ダンボ。あ、な、いつはスモールワールドみたいな。あ、そうだよね。多分、見た目が。あ、そういうこと？ディズニーランドみたいな。ブロッドリングのやつがティム。あ、ティム。やっぱそうだよ。ティム・バートンさんってことこれ。え？ティム。おーい、助けてくれー。オッケー、バートン。僕をここに閉じ込めたやつをやっつけて。C ボタンを長く押すと敵をロック、あ、ロックオンあるの？十字ボタンを押すと敵を変える。いや、あるんかい、ロックオン。あるねー。わわわわ。わわわ、めっちゃ来る、めっちゃ来る。すげえ、ティーカップ、わわわわわ。な、奇妙な動きするな。で、このなんか映画みたいになるのは何これ。なんかちょこちょこなんか映画みたいな比率になるんだけど。なんだなんだなんだこれは。イベントが始まるのか。オッケー。さあ、ボーダーを動かしてよ。一戦も乗れるからね。クエスト更新、チケット売り場。おお、ミッキーガーディアンがついてきたね。あ、待って、A ボタン。味方になったガーディアンはいろいろと決まって助けてくれる。ウィーリモコンをしばらくまっすぐ立てると。え、どういうこと。まっすぐ立てるガーディアンが すげえ。なんか穴行きみたいな感じだね。ずっとなんか A ボタンなんちゃらかんちゃらで。あれ、これ軽く触れれば。ちょっと待って、説明見てなかった。ウィーリモコンとルンジクを同時に振れば全部のガーディアンを敵に。よ、ガーディアンも使えるんだ。同じようにペイントを浴びさせる。でも役目を果たしたガーディアンはいなくなっちゃう。あー、なんかロックマンゼロのあれみたいな。サイバーエルフみたいなね。体力ポイント4つの下にガーディアンの数を示してる。あー、ちょっとなんか喉ガラガラになってきた。ちょっと待って。ガーディアンは君を助けるために存在してる。ニッキー。理由は大脳わからない。あ、喉か、ガラガラ。あだしガラガラ。ブロッドリングを倒してくれてありがとう。できたらいいんだけど、あと一つ手伝ってもらえないかな。他のライドも直したいんだけど、実はレンチをなくした。直せない。赤い線が入ったティーカップを修理してる時まではレンチを持ってたんだけど、探してくれない。あ、いいよいいよ。チケット売り場ね、クエスト更新。もしレンチが見つかったら僕はエレファントライドの後ろにある機械のとこにいるよ。どこ？あ、あれか、ダンボみたいなとこね。あ、そこね。かわいいな。そこね。オッケーオッケー。さあ、じゃあ、レンチをね、探しに行こうと思うんですけど、まあ、動画的には繋がってるように見えて、実は3日ぐらい経っております。で、それ、とりあえずちょっとティムに黙っといてもらおうか。どこ行ったらいいんだ？この、いつはスモールワールドの中入っていいのかな？あ、なんか、あるね。ボードに乗っていけばいいのか。いや、落ちたらダメージ食らうな、これ。絶対、毒の沼。毒毒しすぎでしょう。あ、なんか光ってる。あ、ミッキーのマークになったよね、これ。隠れミッキーじゃん。ここ通ったら、ガーディアンが手に入るの？あ、そういうわけじゃない。よいしょ。なんかね、リモコン振るとガーディアンが戦ってくれるみたいな。このね、周り飛んでるやつ、目ん玉なのかな、分からん。で、あのペイントとイレーサーというね、
技が使えるんですけど、ミッキー。その頻度によって、どうやらこのガーディアンが変わるみたい。コメント欄で教えていただいたんですけど、あ、来た。こっから先はぐっちゃぐちゃだ。はあ。あ、これまだ行っちゃダメだったかな。ボードが詰まっちゃってる。ひっくり返ってるのもあるね。ドアは自動で開くはずだけど、これも壊れてる。へえ。このドアをロックするパイプは壁の中にある。どんなとこにある。そのパイプを消せばロックを壊してドアを開けられる。へえ。あとカバたちもドアと接触されてたはず。え、どういうこと。カバたちもドアと、え、この毒沼にカバがいるの。カバたちをペイントして止めればロックが解けてドアが開く。あー、せき止めるってことね。あ、これカバね。はいはい。あ、これがカバだったのね。カバのリアルなカバじゃない。まあそうだよな。首から出血してるじゃないか、このカバ。大丈夫か。とりあえずカバーつけてく。あ、見て、あそこだ。やったね。あ、扉開いたね。なんか面白いね。アトラクション要素のある。カバめっちゃおんな。カエルもグロいな。さあ、じゃあ行きましょうか。いや、足場が不安だな。これ沈む？沈む？あ、これは沈まない。オッケー。いや、カエル。あ、え、何？何？何？何の音？うわ、沈んでくよ。大丈夫？これどんどん進んでいけばいいって感じか。ここにあれだよね。ティムのトングが多分、トングじゃないや。名前忘れちゃう、すぐ。レンチか、レンチ。もしあのボードの上にずっと乗っていたら、あ、キングダムハーツバースバイスリープの修行時代のミッキーみたいなね。海の渦の中に入ってく。あ、先の方にいるあれ、スイーパーだ。まずいな。うわー。え、これ魔法使いの弟子のさ、ほうきだね。たくさんイレーサーを飛ばしてくるんだ。イレーサーというのは存在を消す。お前は存在してはならんのだ。そのなんか、ね、消しゴムみたいな感じかな。イレーサー。修正液みたいな。まあ、色は汚いけど。それを飛ばしてくるんだって。あんま眠れてないっていうね。で、眠れてないとね、裏声が出せない。ほほ！あ、出た。出たけどなんか、綺麗に出ない。あー、なにこれ、人形。あ、いっちゃスモールワールドか。怖い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 。怖い怖い。ガチの人間かと思ってよ。よいしょ。あー、壊せるんだ。うわ。うわ、なんか、リアルすぎてなんか壊したくないな。これを消していけばいいってことね。裏行けそうだね。あ、裏行け、うわー、あ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 、トラップだわ。トラップだったわ。普通に行けちゃった。そして HP があと1。くっそ、こんなとこゲームオーバーになりたくないんだよ。オッケー、回復。美味しいね、回復。あ、トリコが捕まってる。あ、トリゴ。トリコじゃないや。これどうしたらいい？普通に壊せる。あ、種も仕掛けもなかった。ありがとう。他にも仲間が3人捕まってるんだ。で、このグレムリンっていうのはね、昔なんか絵本があったみたい。うん、ちょっと僕ね、存じ上げなかったんだけど、ウィキペディアで調べたら、グレムリンは絵本でいたらしい。僕たちグレムリンは恩を絶対忘れない。きっと恩返しするからね。ありがとう。これなんて書いてある。 KYKY 違う、 KIK 分からんな。なんか音がする。なんかフォートナイトのなんか宝箱みたいな音がする。キラ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 って、なんだろう。リアリティ高いアイテムあるのかな。足場を作る。うわー、なんかダークだなー。人形だけど倒れてるよ。あ、物語性を感じるね。ごめん。よいしょ。迷うなー。あ、なんかいるね。妖精じゃない、ゴブリン。ちょっと待っとれ、待っとれ。助けに行ってあげるから待っとれ。アンドレ。よいしょ。お待たせ。恩に切るよ。閉じ込められてる他の仲間たちも助けてあげて。この恩はいずれ絶対勝ち。いつなんだろうな、それ。ハーベル。
今すぐなんか俺欲しいんだけど、空飛ぶ力くれ。足はパタパタさ飛べるのかな。あ、怖っ。いやもう怖いよこれ。これさ、コメント欄でさ、なんか小学校の時、小学生の時にプレイしたことありますっていうコメント結構いただいたんだけど、これ泣くよ。よいしょ。あぶね、あぶね。あ、結構いるね、グレムリン。ハイピリオン。かっこいい。感謝の気持ちでいっぱいであります。また後で。その後っていうのはいつなんだろうな。これ、足場ある？あるか。オッケーオッケー。じゃ、なんか物語、ほんと物語性感じるんだよね、この置き方がさ。ほんとごめん。ごめんなさい。いただきます。よいしょ。なんかいただきますって言うとトリコみたいな。いやー怖いなー。先進みたくないなー。なんかでもやっぱモンストロ感感じるよね。キングダムハーツの。あのバカじゃねえ。あのカバーはなんか、消した方がいいのかな。あ、違う。なんかある。なんかある。道がある。世界中どこだって。よいしょ。なんで歌ったんだ。なんで歌った。いつはスモールワールドってそうだよね。小さな世界だよね。頭がぶつかる。おお、グレちゃん、グレちゃん、お待たせ。おや、ピンツ、ピンツじゃねえ、ピンツだ。さあ行きましょう。ここにピンツおったらびっくりだけど、これキリンは消せるのかな。あ、消える消える。うわー、キリン、マヤ、ちょっとキリンの股間だけ消そっか。オッケー。おっと、いけるかな。あ、敵がいる、敵がいる。どっから行ったらいいんだ。グレムリンがいなければ特に探索する必要もなさそうだから、いないよね、グレムリンいないよね。おーい、グレムリンいないね。オッケー。じゃあこっから普通に行きましょう。あー落ちた。変なとこでイベント入るなし。いや、罠だこれは。あの棚の上スイーパーがいっぱい。あ、知ってるよ、もう知ってるよ。バルブを4つ回せばドアが開く。あー、そういうことね。いや、いいんだけど、ミッキーどこ行った今。今ミッキーどこにおる。あ、ピンツの恩返し。私とレンチ、あ、恩返ししてくれた。あ、そういうことね。手助け結構してくれるんだ。ここはハイピリオンにお任せを。へえ、倒してくれるね。はあ、エイブル・ハーブルのマジック。これ3つ直してくれたのかな。トリコが恩返しに来たよ。さあ見てて。あ、みんな倒してくれたね。で、足場戻してくれる。あ、手助けしてくれ。ああ、そういうことね。ああ、じゃあ、救出した方がいいってことか。ありがとう。グレムにありがとう。でもその前にさ、ミッキー落ちちゃうんだよな。あ、ミッキーどこにいる。あ、危ね。いや、危な。さっき絶対沼に落ちてたよな。あ、それもじゃあ助けてくれた。ありがとう。いや、グレムにありがとう。こちらこそなんか、お礼せんとな。お礼のいたちごっこってなんかいいよね。お礼し合う。お礼されたらお礼し返して、それをまたお礼するみたいな。よいしょ。うわー怖いな。ドアの周りが沼だらけ。これはなんかゴールじゃねえな。ゴールじゃねえな。うわー勝手にしまった。もう後には戻れない。なんだ？あ、ボス戦かな。トゥル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 ルー。あ、全然似てねえや。音痴すぎた。蒸気がすごくて、バルブには触れそうもない。でも、バルブを開かないとドアは開かない。そういう時こそ鍵の力を使う。筆か、筆の力。どうしたら蒸気を止められるかな。まあ、まあ、ペイントでしょう。ねえ。あ、なんだ？あれ、ここに乗るとしばらく蒸気が止まる。あ、そういうこと？あ、そういうこと？あ、待って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 。時間短い短い短い。これね、これでバルブを解除。はい、このバルブを回すと、このバルブ、バー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 。
このバルブを回すのね。ああ、はい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 。はい、わかった。ルールは理解した。よいしょ。バルブを。いや、結構シビアだな。あ、なんかいる。見たことあるよ。ピートさんかな。でも、かわいいな。赤ちゃんプレイ中か、お前。ピート。お前、いい子ちゃんって話じゃないか。それを証明してもらおう。ん？スモールピート？え、じゃあピートじゃないの？俺とグレムリンたちは長いこと仲良くやってきた。まあ、たまには喧嘩したりしたけど、だが俺がうっかり船で村に突っ込んで以来、奴らは俺を悪党扱いし始めた。別にどう思われたっていいが、あれは事故だったんだ。だがそれを証明するには航海日誌がいる。あー、船はあいつらの村にあるから俺はいけない。ああ、そういうこと。公開日誌で証明するってことね。冤罪を。船から公開日誌を取ってきてくれないか。いや、いいんだけどさ、お前のピートのさ、格好がさ。そしてなんか、肌質がすごいリアルすぎて、なんか、デスゲーム風のさ、ね、近年流行りのデスゲーム風の被り物みたいなんだよな。なんかこれからゲームを行うって、生き残りをかけたゲームを行うみたいな、そういう質感なんだよな。あー、すごい。これがグレムリンの村か。うわー、怖いよ怖いよ。待って、日本人形やめて。塔のてっぺんにいるのはブラウン。オズワルドがどこを通っていったか知ってるかも。それにスモールピートのことも何か知ってるかも。スモールピートってパワーワードすぎでしょ。スモールピート SP。 あ、おった、オズワルディ。スクリーン入ったね。あんな場所どうやって行ったんだろう。ドアをロックしなかったみたいだけど。あ、これさ、もしかしたらさ、多分進みすぎちゃったよな。だからあのレンチを探しているっていう人をさ、無視しちゃったね。ごめん。うわー、なんか持ってるよ。よかった。今朝でよかった。いや、これ深夜にやったら怖いよね。壊していいのかな？いや、壊せねえな。ちょっとこれはさすがに壊せない。遠回りしてって感じか。あ、登れた、登れた。なんか強引だけど登れた。いいのかな？オッケー。よいしょ。普通に2段ジャンプでいけるね。君はスモールピートの仲間じゃないみたい。でも同じ世界の住人なんだけどな。ボートライドを直してあげる。ありがとう。あー、動くんだね、これボード。うわー、なんか音が怖い。このボードだとあの島まで行けないからね。長く乗りすぎないでね。奥には行けないってことね。あそこに機械があるでしょ。あるある。あれはファイヤーブリッジって橋をコントロールしてる。ファイヤーブリッジ、不思議な名前だよね。でもここから脱出する鍵になる。ただ機械のところに行くまでが大変なんだ。なかなか難しくてね。なんかクエストがどんどん増えてくな。普通にいいよね。まあ、一直線で進んでいけばいいよね。この船乗る必要あるか。あー、沈む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 。この船は乗る必要、あ、でもあそこ消せるのかな。あ、消せた消せた消せたから、あの中入りたいけど入る勇気ないないな。あ、いけたいけた。あ、いけたいけた。わあ、敵たくさんおる。ああ囲まれた。よいしょ。とりあえず回れ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 。今なんかカメラワーク変になったけど、一瞬回れ回れ。あ、なんか回ったね。あ、貫いた。あ、これ倒せるんだ。あ、いや、偶然？無意識なのか。あ、待って、HP が、HP がない。ちょ、グレムに HP 回復してくれるかな。待って、ミッキー耳なくなってるし。どういうこと？俺、ミッキー耳がない。アンパンマンになっちゃう。大丈夫？あ、魔法の絨毯。上に登れるようにしてあげる。ありがとう。それと魔法の絨毯も直してあげる。ありがとう。見せてあげよう。あげる。そのレバーを使うと僕たちの村へ行ける。へえ、村村、ぜひ村の仲間たちも助けてあげて。オッケー。で、それはいいんだよ。
ミッキーの耳どこ行った？ドラえもんみたいになってるよ。え？これ HP 減るとさ、耳がなくなっ、あー、インクだからな。待って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 、マテマティカ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 、 HP、 HP、 あ、危ね、あれ耳入ってこない。待って、ミッキー耳どこ行った？え、なにこれ、耳消されたの？バグとかじゃなくって、あ、ない、バグった、バグった、視点、え、やっぱバグったのか。助けて、もう。え、